なんだか静かだぞ。いつもとまるで違う。まさかまたこの掛け合いか。トーマートーマー、おーい出てこいよ。もう分かってんだぞ。おい、何も返事がない。トーマのやつどこ行ったんだ。あれ、いつもはおとなしいはずの太郎丸が今日はやけに騒がしいな。お二方、トーマは見かけなかったでしょうか。え、トーマはお前と一緒にいるのかと思ってたぞ。何かあったのか。まずいですね。ここに来る途中、トーマが天領奉行の者に捕まったと聞きました。その情報が正しいものか確認できず、急いでここへ来たのですが、トーマが約束の時間に現れていないことを考えると、噂は本当だったのかもしれません。将軍様は千住百目神像の前で百個目の神の目の目狩り儀式を行うつもりです。そしてその百個目の神の目の持ち主、つまり公の前で目を狩られる対象となるのは、おそらくトーマです。もしかしてトーマが言ってた天領奉行が準備してる儀式って、あいつのために準備された目狩り儀式だったのか。おそらくそうでしょう。将軍様と天領奉行の者は百個目の神の目の目狩り儀式を行い、目狩り令の段階的成果を証明したいのでしょう。いけません、早く助けに向かわなければ。そうだぞ、お前が直接行ったらシャブ行が雷電将軍の敵になっちまうだろ。公の前で雷電将軍に抗えばシャブ行にいる普通の人も巻き添えになる。それも仕方のないことです。儀式がもう始まります。時間はありません。トーマをこのまま見捨てるわけには。彼は私の友人なのです。少し前までは皆さん一緒にいたのに。しかしはい、あなた方のご無事を祈っています。安心しろ、彩香。友達の命に関わることだ。オイラたちは絶対に失敗しない。行くぞ。神の目がなくとも元素力を扱える。あなたは例外。例外、それは永遠の敵。
なたを心臓へとはめ込みましあなたは私が自ら見極めなければなりません。万雷をもって葬り去ります。熱々でしょ。いえ、邪魔するな。あなたを逃がさぬ。永遠の礎に邪魔する。キャッサ、わめくがいい。ラジ、永遠の土を無能。行け。終わりだ。くらえ。へっ、邪魔するな。死ね。行くぞ。痛い。あなたは本気で退治すべき敵。いえ、くだらない。不安定な要素は取り除く必要がある。万雷をもって葬り去ります。ざれごと邪魔するな。いえ、隠れる術はあります。ひゃっ、己遅い。邪魔するな。邪魔するな。ざれごと。ライデンの意向に立ち向かえるとは称賛に値します。彼をメガリレーの対象へ。次は必ずや人たちよ。どうしてここで止まるんだ。忘れたのか。俺にとって木漏れ茶屋はこの辺りで最も安全な場所なんだ。だけどもう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐにお尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちをかくまってくれる勢力はそういない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確かサンゴノミアによって設立された反メガリレーの組織だろ。そうだ、渡積島の荒人神の巫女サンゴノミア・ココミによって組織された。今は
その部下の五郎によって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々下部業は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行く途中でそれを探る必要がある。その間幕府軍の領地も超えることになるだろうから気をつけてほしい。ああ、俺もこの茶屋に隠れる準備をするよ。次いつ会えるかは分からないが君たちの無事を祈る。これ以上グズグズしてると天領奉行の人が追いついてくる。オイラたちも早く出発しよう。本当にまずい。シャキャン以上行くぞ。聞いたか、お尋ね者の一覧に新しく二人追加されたらしい。しかも上からは積極的に探せとのご命令だ。うちの主力が全員前線で戦ってる今、どうやって積極的に探すってんだ。次見回りに行くとき少し気にかけておくことしかできないだろう。前線の状況はどうなったんだろうか。前に聞いた話では俺たちの軍によって抵抗軍が無双人狭間の北西側まで追いやられたと聞いた。本当かどうかはわからないがな。偽の情報だろう。無双人狭間は抵抗軍の後方にある。俺たちが優勢を保ってるとはいえあいつらはそれほどやわじゃないだろう。まあ俺たち見回りには関係ないさ。自分たちの仕事を全うするだけでいい。そうだな。さあ仕事の続きだ。無双人狭間の北西側、抵抗軍の後方にあるのか。でも念のためもう少し情報を仕入れよう。奇遇だな。お前も逃げてきたのか。ああ、あんたはどこに行くんだ。まずはヒギ村に行ってみる。よくない噂があるみたいだが戦場で過ごすよりはマシだ。お前は。もともと名槌の浜でしばらく休憩していたんだが、あそこはもうめちゃくちゃだ。近頃抵抗軍の旗色が悪いらしい。前線の戦力が低いせいで幕府軍との間で苦戦を強いられているそうだ。最初戦線はもっと前方にあったみたいだが、抵抗軍の2度にわたる交代で名槌の浜まで来てしまった。さっきそこから逃げてきたばかりなんだ。あそこは危険すぎる。敵軍は誰かで構わず人を見つければ武器を構える。怖くなって荷物すら捨ててここに逃げてきたんだ。もう少し逃げないといけないかもな。形勢は今も変わりつつある。
できるだけ遠くに行った方がいい。俺もそう思う。よかったら一緒に行かないか。助け合えるかもしれない。ナズチの浜、あいつらが言うには抵抗軍と幕府軍は今もそこで交戦してるみたいだな。行ってみようぜ。くらえ！拙者の中断が足りなかったか。ああ、助かった。さっきは死ぬかと思ったよ。助けてくれてありがとう。僕は抵抗軍車庫小隊隊員鉄平だ。最近前線に配置されたばかりでやっと手柄を立てられると思ってたのに、まさかこんなところでつまずくなんて。情けないところを見せてしまった。それよりも君たちの格好抵抗軍には見えないな。新しく抵抗軍に加入しに来たのか。よかった。ちょうど何日か前に五郎様が人手不足について話してたんだ。助かったよ。僕が抵抗軍の軍営に連れて行ってあげるよ。でもその前にまずは抵抗軍の現状を話しておこう。君たちも見ての通り、僕たち抵抗軍は戦場で劣勢を強いられている。幕府軍は永遠という目標を掲げ、天領奉行の大将九条沙羅が率いている。実力は計り知れない。それに引き換えこちらはメガリレーのせいでただでさえ神の目を持つ者が少ないんだ。今こうしてなんとか保っているのは三五宮様が立てた数々の妙計奇策、それと五郎様と抵抗軍兵士たちによる奮闘のおかげさ。僕にも神の目があればどんなに良かったことか。神の目さえあれば三五宮様と五郎様の力になれる。それに戦場でも手柄を立てられただろう。そうだ、さっき君が元素力を使うのを見たけど、神の目を持ってるのか。こいつは特別なんだ。神の目を使わなくても元素力が使える。本当か。すごいじゃないか。それってメガリレーは君にとって全く影響がないってことだろ。頼む、一緒に五郎様のところに来てくれ。きっと歓迎してくれる。これで僕も少しは役に立てたかな。本当は君みたいに軽々と幕府武士を倒し己の剣で手柄を立てたかったけど早速出発しよう。くだらない。行くぞ。というわけです、五郎様。僕が幕府武士に囲まれていたところ、この二人が助けてくれました。それにこの人は神の目を使わなくとも元素力が使えてとても強い。どうかこの二人を抵抗軍に加入させてください。うん、
お前たちも聞いたように、抵抗軍の目的は幕府軍を倒しメガリレーを廃止することだ。決して楽な仕事じゃない。戦場に踏み入れた者は誰であろうと犠牲になる可能性がある。軍に入りたいと思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。きちんと自分の考えを持っている方がこっちも助かる。100個目の神の目を奪うメガリ儀式のことか。稲妻城で起きたことだが、こっちの耳にも入ってきている。儀式に邪魔が入ったらしい。妙だな。あのライデン将軍が直々に出向いたというのに、どうしていきなりそのことを。何か情報でもあるのか。は？それにライデン将軍とも一戦交えたんだ。100個目の神の目の所有者も救出したぞ。今のオイラたちは幕府軍に追われてて、だからここに来たんだ。そういえばつい最近、幕府武士と戦った際に継承連を持っていたのを見たな。金髪の旅人と空を飛ぶ奇妙なペット。お前たちのことを言ってたのか。誰が空を飛ぶ奇妙なペットだ。しけしけ。事情は理解した。抵抗軍を代表して二人の加入を歓迎しよう。三五宮様は今抵抗軍の拠点にいない。どこに行ったかは俺たちにもわからない。だが三五宮様は出かける前、俺たちにいつも通りでいるよう申し付けた。まずは鉄平から抵抗軍の周辺環境について聞いてくれ。その後お前たちにも前線の支援をしてもらう。いいか。こちらも問題ありません。僕は昔広報勤務だったんだ。だからこの辺の紹介は僕にとって朝飯前さ。きっと君たちに抵抗軍の熱意を感じ取ってもらえると思う。まずは負傷兵 A に行こう。あそこには僕の友達がいる。もし新しい隊員が来たら彼らにも会わせるって約束したんだ。一回顔を合わせれば一緒に戦場に立てる仲間になれるさ。この人が新しい隊員か。見るからに強そうだ。傷が治ったら手合わせしてほしいもんだぜ。待て待て、新入りにいきなり勝負を挑むやつがいるか。それにその傷、治るには半月かかるだろう。てっぺ、この人はお前が連れてきたのか。お前は前線でうまくやれてるか。ふん、確かに幕府軍は僕たちの想像よりはるかに強かったけど、それでも僕は自分のできることを最大限こなした。あの時幕府軍は洪水のように迫ってきていた。しかし僕はおじけづくどころか剣を抜いて立ち向かった。一人で4人もの幕府武士を相手にしたんだぞ。おいおい、やるじゃねえかお前。いつの間にそんなできるようになったんだ。この人はもっとすごいぞ。僕が力尽きて倒れそうになった時、突然横から飛び出してきて何人もの幕府武士を倒したんだ。それに100個目の神の目のメガリ儀式も阻止したんだぞ。ライデン将軍ですら何もできなかったみたいだ。すごいなお前ら。だが他のはまだ信じられるが、ライデン将軍に正面から立ち向かったのは少し誇張しすぎじゃないか。無双の人たちを聞いたことないわけじゃないだろ。まあともかく、最近は負け戦が多くてもうダメかと思ってた。だが新入りも鉄平も想像してたより頼もしいみたいだな。傷を早く治して前線に戻らないと。そんな覚悟じゃ生ぬるい。俺は今も傷を負ったまま訓練してる。昨日は傷口が開いてしまったが。傷薬を探してこようか。この前とある生薬のことを聞いたんだけど、オニカブトムシを使えば強力な傷薬ができるらしいんだ。塗った後はひんやりして傷口の治りも早くなるとか。それをくれ。
なんか変な気もするな。普通にググプラムでいいんじゃないか。まあお前たちの判断に任せるが。じゃあ新入りに決めてもらおう。僕はここで少し準備しとくよ。奇妙な生薬の方がいいなら鬼カブトムシを少し持ってきてくれないかな。それを使って僕が薬にするから。もしググプラムの方がいいならそれを持ってきてほしい。無論こっちの生薬もおすすめだよ。もしかしたらこっちも想定以上の効果があるかもしれない。お疲れ。どの薬にするか決めた？よし、君たちなら信じてくれると思ってたよ。必ずしも効果の保証はできないけど、もし効果があればみんなも早く回復できる。材料を僕に渡してくれ。薬を作る面倒な作業は僕がやるよ。いった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 って、あれ？痛くなくなった。ピリピリする。どうやら効果あったようだな。やるじゃねえか、てっぺ。俺の傷が癒えたら一緒に勝負しようぜ。どうしてお前はいつも人に勝負を仕掛けようとするんだ。だが今回は確かに鉄平のおかげだ。薬を塗った瞬間塩を塗り込んだように痛かったが、その後はひんやりとして傷が徐々に癒えていくのを感じる。すぐに治るかはまだわからないが、新入り、鉄平、傷を手当てしてくれてありがとう。負傷兵から出たら酒をおごってやる。役に立てて嬉しいよ。じゃあ僕は新入りを連れて他の場所を案内してくるから、君たちは傷の治療に専念してて。訓練にいる奴らとも勝負してこいよ。お前は早く休め。訓練営か。あそこは今射撃訓練をしてるみたいだから覗いてみよう。